ユートンズ・ビクトリアスは1991年にアメリカ海軍が収益させた音響測定艦で軍事海上輸送司令部に所属し特殊任務プログラムに従事しているビクトリアス級音響測定艦のネームシップビクトリアスはルイジアナ州モーガンシティのマクダーモット造船所で1988年4月12日に寄港され わずか3週間後の1988年5月3日に浸水した。1991年8月13日にアメリカ海軍に引き渡され収益した。ビクトリアスは軍事海上輸送司令部の所属であり、総監は19人の民間人船員が担当し、測定任務は5人の海軍軍人が実施している。ビクトリアスの船型は総動船の中でも小水船面積総動船に、 分類される。この線形は潜伏を大きくとっても、波浪の影響を受けにくく、本体だけでも2614メートル、栄光策を含めると4500メートル近くになる、長大なアン・ユークックマイナス2サータスソナーレイを安定して栄光できるようにするために採用された。一般に、スワス線形は、喫水線付近の船体を絞り込むほど、波浪の影響を受けにくくなるが、 絞りすぎると、指揮官などが搭載できなくなるので限界がある。本館では、ディーゼルエレクトリック推進を採用し、発電用機関を甲板上に配置することで、喫水線付近の船体を大きく絞り込んでいる。本館のような音響測定官では、指揮官からの騒音が任務の妨げになりがちであるが、蒸気のような構成とすれば指揮官を、 海面から離してノイズマージンを大きく取りつつ、ハローに対する安定性も最大限確保することができるので極めて合理的な設計と言える。2009年3月4日、ビクトリアスは航海の沖約120マイルの航海場を航行中、中国の漁業監視船から高輝度のスポットライトを数回にわたって照射された。翌日には、 中国の Y-12 小海機がビクトリアスの周囲半径500ヤードを高度約400フィートで12回にわたってコースごした。さらに2009年5月には再び航海で中国船に進路妨害を受けた。中国船は指定30ヤード程度の濃霧の中を何度もビクトリアスに接近した上ビクトリアスの航路上で停止した。このためビクトリアスは 衝突を避けるため停戦を余儀なくされた。ありがとうございます。